します。はい。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。私からはですね、身を尽くし福祉介護の仕事きらめき大賞2024のエピソードの募集についてお知らせをいたします。大阪市では若い世代をはじめより多くの市民の皆様に福祉介護のお仕事に興味や関心を持っていただいて、将来の仕事の選択肢の一つとしていただくために福祉介護のお仕事について情報発信をしております。その一環といたしまして、高齢の方や障害がある方を支援する施設、児童入所施設などの福祉介護の現場における職員と施設の利用者やその家族等との関わり、職員同士の連携など福祉介護の仕事のやりがいや魅力が伝わるエピソードを募集しております。応募資格は各施設におきまして、現在利用者の支援業務に従事している方、または過去に従事していた方です。大阪市のホームページで詳細をご確認いただき、7月の8日、7月の8日ですね、7月8日までにご応募いただけたらと思います。応募いただきましたエピソードから最優秀賞1作品、優秀賞2作品、特別賞2作品を選考する予定でございます。受賞作品は大阪市ホームページに掲載いたしますほか、最優秀賞および優秀賞の作品は大阪アニメ声優&e スポーツ専門学校にご協力いただきまして、学生が受賞者に直接取材を行い漫画化されます。それを冊子にしまして区役所などに配布するほか、市内の中学校1年生に配布する予定となっております。またこれまでの受賞作品の中から将来の職業選択を考え始める中学生に向けた動画を作成し、市内の中学校に動画を提供するとともに、大阪メトロのデジタルサイネージで放映いたします。皆様からの素敵なエピソードをお待ちいたしております。私からは以上です。それでは質問をお受けします。必ずマイクを通しまして、社名・氏名をご名乗りの上質問をお願いします。質問については指定関連のみでお願いします。では幹事社の NHK さん、よろしくお願いします。NHK の長岡です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。発表案件についてお伺いします。はい、エピソードを募集されるということですけれども、この実施の狙いですとか、寄せられたエピソードを通じてどのような効果、影響というのが社会に広がってほしいとお考えなのかお伺いできますでしょうか。はい、まず福祉介護の現場というのは人材不足が非常に深刻な状況になっております。非常に深刻な問題となっておりまして、でこういった機会を通じてですね、漫画や動画という見やすくて分かりやすいようなコンテンツを通じまして、市民の皆様にこのエピソードを知っていただくことでですね、福祉や介護の仕事にやりがいや身近さ、そういったものを感じていただいて、そういった仕事をぜひ携わってみたいと思っていただくことが実施の大きな狙いでございます。もう一つは中学生をはじめとします若い世代の皆さんがですね、福祉介護の仕事の魅力に気づいていただいて、将来自分たちがその介護の現場、福祉の現場に挑戦しようと思ってもらうきっかけの一つになればなというふうに思っております。またエピソードを寄せていただくわけですので、実際に福祉介護の現場で働いておられる方がですね、ご自身の漫画や動画をもし見たりですね、また自分が経験したような話が漫画や動画で流れることによりまして、ご自身のお仕事にさらに誇りを持っていただいて、モチベーション向上につながっていただけたらなというふうに思っております。こういった取り組みを通じまして、お一人でも多くの方がこの福祉介護のお仕事に対してですね、ご理解いただいて、また興味関心を寄せていただくことを大いに期待しております。ありがとうございます。続いてお伺いします。はい、お話の中で、福祉介護業界の人材不足が深刻というお話ありましたけれども、仕事の、こうした仕事のイメージアップに向けては、実際に待遇の改善というのも重要かと思うんですけれども、大阪市としてはこの点どのように取り組んでいくのかお考えをお伺いいたします。はい、福祉介護の仕事っていうのはですね、非常にこれは大阪市に限らずですけど、日本中で多くの方が従事いただいておりまして、やっぱり処遇改善はよく問題になるところかと思います。まず何よりですね、
待遇改善には国の報酬改定ですね、これが介護の報酬改定なんかは非常に重要になってくるかと思いますし、国の人材確保指針において報酬改定は国の方でやっていただくことになるんですが、これは我々としても国に対してしっかり働きかけていきたいと思います。一方で人材の研修ですね、これは自治体の役割としては人材の研修でございまして、で大阪市でもこれ西成にあるんですが、大阪市社会福祉研修情報センターがありまして、これを中核施設としてキャリア意識の形成を目的とした研修等を実施しております。でさらに人材の裾野を広げまして、介護を行う職員の負担を軽減するためにも間接業務を行うアシスタントワーカー、いわゆる介護助手の導入にも取り組んでおります。研修等の充実を図りますとともにですね、今申し上げましたこういった機会を通じてお仕事の重要性や素晴らしさというのを感じていただいて、そして介護のお仕事を身近に感じていただいてですね、多くの方に挑戦いただけるような環境を作っていくというのも大きな役割だと思いますので、大阪市ができることというのをしっかりやっていきたいと思っております。以上です。